にちは、トーラス TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2018年10月15日月曜日でございます。だんだんと秋が深まってきた今日この頃ではございますが、今日もこうして車の中から動画を撮っております。車の中から動画を撮って大体どういう時かというとですね、今一歩こう最近動画がないなという時に車から動画を撮ってるわけでございますが、まあ今日もそんな感じで言えばそんな感じでございまして、大体いつも自分の車、まあ、セダンタイプっていうんですかね、セダンの車もしくは、前までは軽トラで撮ってることが多かったと思うんですが、最近は軽トラに乗ってなくて、ミニバンっていうんですか、軽ワゴンですね、軽ワゴンに変わりましてこちらの車に乗っております。はい、ということでですね、運転しているわけでございますが、こういうのなんて言うんだっけな、軽ワゴンじゃなくてミニキャブ、ミニキャブだったと思いますに乗ってですね、こうして動画を撮っております。で、今日はどこに向かっているかというと、市川方面に向かっているわけでございますが、その話はいいとしまして、いやー、昨日びっくりすることがありまして、何がびっくりするかと言いますと、昨日ご飯を食べに行ったわけですね。あ、昨日じゃないんです、すいません、昨日じゃなくてご飯を食べに行ったわけですよ。そしたらですね、まあ1軒目というか、1時間はその式典みたいな、結婚式とかではないんですけども、結婚式お葬式ではないんですけど、式典がありまして、でその式典でですね、結構食べ物、そこは実食だったんですけど、食べ物を食べて、まあ飲んだということでございます。で、2軒目行くかどうかというのが分かりませんでしたので、もうね、せっかくだからどうせ会費も払ってるんだし、バクバク食ったろうと、でどんどん飲んでろということで飲んでましてですね、まあそれはそれでいいと思うんです、いつものことなんですけども、2軒目に行くかもしれないということは想像していたんで、まあ2軒目行ったんですね。そしたらね、2軒目がね、まあやっぱり飲み放題がいいじゃないですか、飲み放題がいいけど、飲み放題だけっていうのはなかったんで、何に行ったかと言いますと、串カツ屋さんに行って串カツ食べ放題。まあびっくりした。もう最近はですね、昔ほどバクバク食わないですから、まあ食わないって言っても、もしかしたら一人では食べてるかもしれませんけど、なんかね、食う量が減ってきてますので、串カツね、あの油っぽいものをすげえあんなに食うのかと思って、自分は結構びっくりしたわけでございますが、油っぽいものをバクバク食べて、最初にこう出てきてですね、まあやっぱり食べ放題だから食べ残しは禁止ということで食べてたわけです。で、2回、まあ最初なんか一番最初セットみたいなのが出てきて、それを食べ終わってからその好きな串カツを注文できるって感じだったんですけども、やっぱり結構串カツを皆さんいっぱい食べるわけですね。で、一応その、まあいや、その話、先にそうでいっぱい食べて、でも結構お腹もいっぱいだと、で、でもやっぱりまだ時間もあるから、で飲むのも飲んで結構酔っ払ってきたんで、まだ時間もあるから食べ物を注文しましょうということで、注文したんです。で、その会の間、私が下から2番目に若いんですね。で、もう1人若い人がいて、その若い人が結構注文、気を使って注文してくれたんですけど、それがね、注文したのが私がトイレに行ってる間だったんですね。トイレに行ってる間にその若い人がこう、若い人って言ってもちろん知り合いなんだけど、知り合いっていうかもう後輩なんだけど、その人がね、その場でこう口頭でオーダーしたんじゃなくて書いたのかな。そしたらね、書いてオーダーしたのかもわかんないけど、そしたら2回目の量もまあ1回目と同じ分来た。これにはびっくりした。こんだけ食ってまだもっと食うのかよみたいな。それでね、残しちゃいけないみたいな感じ、まあ、もちろん食べ放題だから残しちゃいけないんですけどっていうことを当然言われまして、それでですね、まあ食べてたらですね、他の方たち結構年配の方もいたんで、食べない方はやっぱり食べないんですよね。で、なんかね、キャラ的にやっぱりそういう状況だと、その自分の後輩はね、そういう時にね、バクバク食べさせられるとか、そういうタイプじゃないんで、キャラ的にね、食べさせられるとかそういう人間ではないんで、まあ私がそういう場合などどうしても食べる感じになるわけです。でね、まあ食ったよ。もう2回目2ターン目って言ったらいいかな、そんなに食うかっていうぐらい注文してるから、それをバクバク食べてですね、ここちょっとばかりに口から食べたのは美味しかったけど、まあこんなに食うかというぐらい食べたわけです。で、まあそれはそれでいいと、まあいいとっていうか、別に残さずですね、食べ終わりまして、その次どうするかってことになりまして、その時にですね、でまあ3軒目はその2軒目に行ったメンバー、もちろん2軒目に行ったメンバーは行ったメンバーで仲がいいというか、そのまあ仲がいいメンバーなわけですよね。
仲がいいっていうのも上から下まであるから同じ組織のメンバーって感じなんですよね。2軒目に行ったメンバーは。で3軒目行った時はその中でもまあまた飲みに行こう的なパターンの人たちが飲みに行ったわけですよ。でそしたらね、その人たちよく食うんだよね。まあよく食うから大体串カツに行ったんだと思うんですけど、いやーびっくりした本当に。3軒目はね中華料理ですよ。中華料理、こんだけ食った後にまだ中華料理食うのかなみたいに思ったんだけど、それでも中華料理を食べたわけですよ。びっくりしながらも、まあ、でもねやっぱり美味しかったな。でまあ串カツ食べた後に中華料理食ったらすごい油っぽいじゃないですか。油っぽいもの食った後にまた油っぽいものを食うわけですよね。だからもう本当にさ、なんかこうおつまみちょっとしたなんかお漬物みたいなんだとかそういうのでいいんだけど、全然いいんだけど、そうではなくてやっぱりその結構食べるメンバーだからね、中華料理普通に食べたわけ、炒め物を普通に食べたわけですよ。いやーびっくりした。それだったらそんだけまだ腹減ってんだったらね、2軒目の串カツ屋でもうもうちょい食ってくれりゃいいのとか思いながら、うん、まあやってたわけですよね。で昨日食に行ったのが、いやーびっくりしたって話がしたかっただけなんだと思う。だからもう話終わったよ、内容一通り話終わったから今日の話はこれで終わったな。うん、最近ね疲れ気味かもしれないけど動画をね自分で撮るじゃないですか。編集してて思ったのはね、こうなんか上向いちゃってるみたいね。ていうかこのカメラが微妙にあれかな、あと今日カメラ近いからね、この手で持てるぐらいのレベルの距離にありますからあれなんだけど、顎がねやっとこう上向いてて顎ばっかり映っちゃうんだよね。まあその顎の話はカットにしよう。これ顎の話するとなんかわざと言ってるなみたいに思ったから思われちゃうといけないから、まあそんな感じです。ということでですね、今日は短いですがこんな感じで、昨日じゃなくてこの間、今日待てよ、月曜日だからそうなん、昨日じゃねえな、昨日のことも忘れちゃったのかって話になっちゃうけど、ね、そうではないんですけど、一昨日ぐらいにあった話はですねこれにて終わりたいと思います。はい、じゃあ終わりましょう。もう特に話すことない。ありがとうございました。この動画を見て面白くなかったと思う方もいらっしゃるかと思いますが、チャンネル登録解除ボタンを押さずに、またチャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録ボタンを押していただきたいと思います。つまんなかった方でもバットボタンを押さずグッドボタンを押していただけると大変嬉しいです。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。